様子を見ておきましょう。仲間を集めるのね。あれば憂いなしよ。あら、また強くなっちゃったかしら。参ったわ。仲間を集めるのね。私はファウスト、用心棒として仕事に手は抜かんぞ、小僧。みんなの様子を見ておきましょう。
みんなの様子を見ておきましょう。備えあれば憂いなしよ。備えあれば憂いなしよ。物資を調達するのね。備えあれば憂いなしよ。物資を調達するのね。備えあれば憂いなしよ。いよいよ任務よ。準備はいい？中華連合の捜査官？ええ、私たちは中華連合と共同で強奪された生物兵器を追うことになる。彼女は桃地というと？そのようだ。現段階ではいずれにしても今桃地東洋の手に危険な生物兵器がある。まずはそれを奪還するために動かなければならない。確かに桃地東洋は東南アジア、今回の生物兵器強奪事件には。なるほど。VF の支部は、そこで君たち特務中隊はこれより直ちに VF 日本生物兵器と。了解です。うん、それは構いません。何かね。こんな若造は。ちょっとあんた、いきなり何言い出すのよ。喧嘩でも売ってるわけ？見たままを言はぁ。いや、そもそもあんたのことな。うるさい。雪風、俺のために。はあ、これはへい、お子様の喧嘩か。子供の喧嘩。二人とも、とにかくテロ組織のさ。あら、あの中華、そんな話。確かに残留子。そう、スーは おっしょ。あら、この人。日本にもな、お前が何と思うと知ったことか。ぶっ放す。何です？二人とも。そ、だからそ、いや、スー、確かな実力を。君たち、そろそろいいかね。互いに気になることもあるだろうが、特務中隊に出動を命ず、VF 日本支部に急行し、ねえねえ、ちょっと風磨くん、すんごい
空気重いんだけど、なんとかしなよあの二人。できるもんならし。おい。いや。この裏通りの奥、表向きはただの。なるほど。たやすいこ。お。ああ、つまんないこ。な。やばい。それは私に。はあ、何を。平和ボケした。いや、もちろん、とにかく、メイレンとその奴隷には。何言ってるかわかんないんですけど。押し付け。あ、おじさん。あいよーじゃ、さくらも。けん。まあ、いや。うわあ、なにこれ。爆発？これは、奴らに先を越されたのか。ス、どういうことだ。状況が変わったということね。アサギ先生。こうなったら、人目を忍ぶ理由もないわ。はい。ひどいな。そこら中死体だらけだ。この人たち、VF って組織の人だよね。桃地の仕業だ。桃地？奴はベナム人と組んでいるんじゃないのか？我が国が動いたと察知して、桃地は目的のためなら。確かにこのやり口、とんでもない外道みたいね。なんか出てきた！こいつら！ま、魔の気を感じるわ。とにかく周囲を探ろう。落選か。暗い。任務完了。さあ、起動しましょう。あなたについて来られるかしら。お話しするの、楽しいです。備えあれば憂いなしよ。
みんなの様子を見ておきましょう。今回の作戦はこれね。備えあれば憂いなしよ。いよいよ任務よ。準備はいい？みんなの様子を見ておきましょう。いよいよ任務よ。準備はいい？伊賀は浅木、剣山。はっ、落選くらい。よし、ラスト。はっはっ、さよなら。炎天の術、飛び支援。はっ、終わりよ。任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについて来られるかしら。物資を調達するのね。みんなの様子を見ておきましょう。備えあれば憂いなしよ。
私ならこれくらい当然よ。みんなの様子を見ておきましょう。私の策略が必要なのかしら？いいわ、やってあげる。私の策略が必要なのかしら？いいわ。私の忍法ならサポートだってお手のものよ。いよいよ任務よ。準備はいい？伊賀は先、剣山。水、は。その目、横島なる策略。は。よ、は。この。両陣か。ラスト。は。キフ。落選か。こちらの準備は万全よ。あれは！おぼろ！今殺された人は、クエンバンタンだ！ほーら、これでおしまい。残念ね、アサギン。生物兵器を追う手がかりが、たった今死んじゃった。おぼろ！なぜノマドのお前が、モモチに協力する？さあ、意外とあの男のあれが良かった。とか？そうか。ならば力尽くでも、口を割らせてやる。相変わらずせっかちな女。お前たち、奴らの相手をしな。はっ、おぼろ様。ノマドの鬼武者か。また会いましょう、アサギ。あんたがここで死ななかったらね。忍法殺人か。任務完了。さあ祈祷しましょう。
急ぐぞ、みんな。まだ追いつける。いや、今からでは無意味だ。スー、何をしてるんだ。おぼろを追うぞ、走れ。黙れ日本人。私はまだお前を指揮官だと認めていない。手がかりを持っていたはずのグエン・バンタンは死んだ。あのノマドの女も見失って、今からでは見つけようがない。これ以上走り回ったところで何の意味もないだろうな。いや、スー、それについてだな。やれやれ、口では偉そうだけど、やっぱりお子様ね。頭に血が昇って肝心なところが見えなくなっちゃってる。何？いえ、雪風の言う通りよ。周りをよく見なさい、ス。お師匠様まで、一体何のことを言って。ああ、スーちゃん、あれだよ、あれ。クーマ君の指揮ドローンがいないよね。指揮ドローン？ああ。ちょっと前から、舞台から離して、おぼろを捜索させてたんだ。まだ奴が遠くに行ってないようなら、なんとか居場所をつかめるかも。いた！おぼろを見つけました。数ブロック先の倉庫街です。お手柄ね、風魔くん。みんな、急ぐわよ。ラスト。こちらの準備は万全よ。任務完了。さあ、起動しましょう。あなたについて来られるかしら。よろしく。備えあれば憂いなしよ。
みんなの様子を見ておきましょう。備えあれば憂いなしよ。仲間を集めるのね。いよいよ任務よ。準備はいい？伊賀は浅木、剣山。これで終わりよ。よし。だこの。さよなら。ラスト。この。待て、おぼろ！追い詰めたぞ！しつこい奴らね。いいわ。ここでぶっ殺してあげる。両人か。ラスト。忍法殺人か。こちらの準備は万全よ。ラスト。さよなら。このムカつくわ。任務完了。さあ祈祷しましょう。
さて、お前が知っていることを話して。迷子の相談かい、お嬢ちゃん。ママの居場所なら知らないよ。そうか。この小娘。おい、スー、何やってるんだよ。ノマドの幹部おぼろ、お前は体を弱まかしていて簡単には死なないと聞いている。それがどうだってのよ。いや、それを聞いて安心した。我が人民解放軍の拷問技術は世界一だ。簡単に死なれてはその全てが披露できないからな。頭のイカれた小娘だね。後悔するよ。それだけ叫べるなら加減はいらないな。ちょっと待て、どういうつもりだ、スー。ここは日本だぞ。それがどうした。私は任務遂行に必要なことをしている。つまらん干渉や正義感で口を挟まないでもらおうか。いや、明らかに拷問はやりすぎだ。ほう、はまったれた日本人は拷問がお嫌いか。誤射だって拷問を使うことはある。だが、あくまでもそれは必要とあればだ。この女が優しく尋ねるだけで口を割ると。喋らせる。俺にやらせてくれ。ふん、やってみればいい。だがお前が失敗したら今度は文句は言わせない。ああ、分かってる。お優しい坊やだね。正義のヒーローごっこは楽しいかい？あんたと俺は利益を共有できると思うぜ。利益を共有？いいじゃない。私を逃がしてくれるんならあんたの願い事を何でも一つ叶えてあげるなんてのはどうだい？やはり話にならないな。待て、ス。ここからだ。おぼろ、あんたが、というより、ノマドがなぜ桃地に協力したのか。俺の推測では答えは簡単だ。表の社会が荒れれば荒れるほど、裏社会に利益が転がり込む。犯罪結社ノマドとしては、中華連合を消耗させ、あるいは、米連と圧力を起こすことで、双方にダメージを与えるのを狙っていた。そのために、協力という形で、歪んだ思想を持った桃地を利用した。違うか？そう。坊やが何を言ってるかわからないね。俺たちが今追っているのは、桃地東洋と、奴が持つ生物兵器だ。あんたとノマドに関しては、今はこれ以上探りを入れるつもりはない。だけど、あんたがあくまでしらを切るのなら、こちらも必要な手段を取らなければならなくなる。手段ね。砂糖みたいに甘い坊やにそんな手段は取れるのかしら。さあ、どうだろうな。俺は人体実験や拷問のようなことはしたことがないんでね。おやおや、それじゃあ何も喋らなくても特に害はなさそうだね。だからそうなった場合は、それを専門とする機関にあんたを引き渡すしかなくなるわけだ。ノマドの情報は世界中が欲しがっている。米連か中華連合の反ノマド派へ引き渡せば、
それなりの待遇で迎え入れてくれるだろうさ。俺たちは桃地東洋の情報が欲しいだけだが、他の国はどうだろうな。お前が知っているノマドの情報を全部吐かせるまで、連中は何でもするぜ。喜べよ、おぼろ。これから一生、我慢っていう張り合いのある人生が送れるんだぞ。このクソガキが。ありがとう。胸がスッとするよ。さて、それが嫌なら桃地の情報を喋ってくれ。条件がある。俺にはない。あんたが喋るか、喋らないままよその国へ行って行方不明になるかだ。くそ。ただこの作戦は極秘の任務だ。うん？俺たちは桃地東洋の情報を求めてここに来ただけだ。通りすがりの誰かが勝手に情報を喋ってくれたとしても。桃地東洋の情報を教えれば見逃すってのかい？通りすがりの人物が喋ったことを俺が小耳に挟んだだけさ。下手な大根役者が。自慢じゃないが、芸術の授業じゃいつも赤点さ。よかったね。芸術の教師は見る目があるよ。オートララ島？その島にあの男は向かったよ。そうか。じゃあ浅木先生、スー。ええ、わかった。おい、私を見逃すという話じゃなかったかい。捕まえる権限もないって言っていただろうが。通りすがりの一般人を捕まえる権限がないってだけだ。あんたは通りすがりでもないし、一般人でもない。危険な裏切り者だ。ただ真実を一つだけ。安心しろ、拷問も人体実験もなしだ。あんたは五社町の地下で時々ノマドの情報を喋ってくれるだけでいい。これからはそんな簡単なお仕事で三食昼寝付きの住処が提供されるんだ。嬉しいだろ。お前、これ以上暴れるなら獅子の骨を折る。アサギ、お前はそれだけ信用できないからな、おぼろ。くそ、さまクソガキ、ただじゃ済まさないよ。いつか必ず八つ裂きにしてやる。夜道には気をつけな。むごたらしく許してくれって言うまで殴ってから殺してやる。そうかい、忠告ありがとう。今日からは夜道の一人歩きを控えるようにするよ。この親の顔が見てみたいもんだね。そう、親父なら死んだよ。お袋は顔も知らん。ろくな親じゃなかったんだろうね。あんたみたいな性悪が生まれたんだから。ああ、その通りだ。ろくな親じゃない。おかげで俺は苦労しっぱなしだ。愚痴を聞いてくれてありがとう。あんた、実はいいやつだな。この可愛くないクソガキだね、まったく。